ケア協ご覧の皆様こんにちは、佐藤です。この講座では介護福祉士国家試験に向けて皆さんの学習をサポートさせていただきます。佐藤先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。今回は介護福祉士国家試験過去問解説をさせていただきます。今日のテーマは心と体の仕組みから、佐藤先生に3問解説をいただきます。で、1問目早速ご紹介していきたいと思います。老化に伴う体の変化に関する次の記述のうち適切なものを1つ選びなさい。1、骨密度が上昇する。2、唾液の分泌量が増加する。3、肺活量が増加する。4、貧血になりやすい。5、皮膚の表面が湿潤化する。こちら解説よろしくお願いします。はい、老化に伴う身体の変化、どういうふうに加齢に伴って体が変化するのかといった問題も1問ぐらいは必ず出ているところかなと思います。加齢に伴って基本的には身体機能すべてですね、低下するっていうことを前提に問題を解いていくといいんじゃないかなと思います。そうなると答えは4番ということに、なります。こういった問題1問は出ると思うんですけど、ただちょっと基本的には全て低下すると覚えていただいて問題はないかと思うんですけど、記憶とか知能のあたりは保たれるっていうものもありますので、身体機能に関してですねは低下するということで覚えていただければと思います。ありがとうございます。この問題比較的解きやすい感じですかね。はい、そうなんです。解きやすいんですけど、はい、結構悩んだりとか、低下するのかな増加するのかなみたいな悩んだりとか間違えちゃったりするんですよね。なので悩まずにまずは低下するものだっていう前提で答えていくといいのではないかと思います。もったいないよということで今回出させていただきました。はい、ありがとうございます。続いて2つ目の問題ですね。終末期に自分が望むケアをあらかじめ書面に示しておくことを表す用語として正しいものを1つ選びなさい。1、ターミナルケア。2、インフォームドコンセント。3、リビングウィル。4、デスカンファレンス。5、グリーフケア。こちらの問題解説お願いします。はい、カタカナが羅列するような問題なんですけど、正解は3番ということで、心と体の仕組みの領域だけじゃなくって、他の領域でもカタカナ用語がこう並んでいるような問題ってあると思うんですね。勉強していく中でカタカナが出てきたら、まずはカタカナの意味をその都度理解していくっていうことが大事かなと思います。ちなみに解説をすると、1番ターミナルケアは終末期のケアになりますし、2番インフォームドコンセントは説明と同意、あとは4番デスカンファレンスは死後に行うカンファレンスですね。で、5番はグリーフケア、遺族に対するケアということになりますが、こういった形でカタカナ用語の意味を押さえておくと解きやすいのかなというふうに思います。で、比較的これも点数取りやすいとは思うんですけれども、分かっていないと間違えちゃうからすごくもったいないなと思います。結構勉強を一緒にする中でも、これはいけるだろうとかって思っても落としちゃう方結構いるなっていうふうに思っていて、改めてですね、このカタカナ用語、他のノートにカタカナ用語だけ書き出して空いた時に覚えるとか、そういった形で覚えていってほしいなと思います。こうしたカタカナ用語はもうしっかり意味を理解するしか、覚えておくしかないという感じですかね。意味をしっかり理解しておくということなんですけど、グリーフケアとか、例えば、じゃあグリーフケアってどういうふうにこうケアしていくのかだったりとか、ターミナルケアもターミナルケアの支援方法とか、そういった部分でも出題されることあるので、できれば言葉の意味だけじゃなくって、もうちょっと奥に知識を深めるっていうことも大事なのかなとは思うんですけど、まずはカタカナの言葉の意味を理解するっていうところからやられるといいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ本日3つ目最後の問題ですね、ご紹介します。慢性閉塞性肺疾患の人の日常生活上の留意点として適切なものを1つ選びなさい。1、入浴ではお湯の温度を高めにする。2、着替えをするときには腕を高く上げない。3、立ち上がるときには息を止める。4、和式トイレを使用する。5、低カロリーの食事を摂取する。こちらも教えてください。はい、こちらは慢性閉塞性肺疾患、肺に疾患がある人の問題になりますが、答えから言うと2番になります。
で今回は慢性閉塞性肺疾患の問題を持ってきましたけど、疾患に関する問題って必ず一問と言わず数問出るんじゃないかなと思うんですね、はい、なので症状を知っていれば日常生活上の困難な場面をイメージできるんじゃないかなと思うので、まずは疾患一つ一つの症状をしっかり理解するということが大事かなと思います、はい、で今回の問題を解説すると、肺に疾患があるということで、肺に疾患がある人はだいたい苦しいというイメージ症状になるかなと思います。そうすると1番、入浴ではお湯の温度を高めにする。高めにすると血圧が上昇して呼吸数が上がっちゃうので、そうすると苦しくなるから×になります。で3番、立ち上がるときは息を止める。息を止めたら苦しいですからね、これは分かるんじゃないかなと思います。あと4番ですね、和式トイレを使用する。これ何がどこがおかしいんだろうと思うかもしれないんですけど、和式よりまあ洋式トイレの方が上下運動が少なくて済むので、その苦しさを軽減できるということで不適切になります、うんうん、5番は低カロリーの食事を摂取するっていうところなんですけど、体力をつけるためにわざわざ低カロリーにする必要はないのかなとは思うので、これは不適切という形になります。で残った2番が正解、正解とですね、腕を高く上げないということですね、着替えるときは。あとはかぶりタイプよりも前開きの方が適切です。こういう問題もありましたので、かぶりタイプだと腕をこう高く上げて、まあ、上げざるを得ないですよね、はい、着替えなきゃいけないので、うんうん、肺に呼吸に負担がかかるという、それよりは着替えをするなら前開きのボタン式のですね着替えを用意するとか、そういったことも工夫の一つかなと思います。ありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか、はい、ぜひ参考にしてみてください、はい、では次回は介護福祉士国家試験対策、この漢字に注目すれば解けるというあたりをお伝えできればと思います。絶対知りたい。あ、そうですか、はいですね、お楽しみに、はい、この講座では試験を受ける皆さんのより良いサポートのために資料をお配りしています。概要欄からダウンロードしてご活用ください。それでは皆さん、さようなら。ケア教をご覧の皆様、こんにちは、佐藤です。この講座では介護福祉士国家試験に向けて皆さんの学習をサポートしていきたいと思います。佐藤先生、本日もよろしくお願いします。お願いします。では今回は介護福祉士国家試験過去問解説についてやっていきたいと思います。今日のテーマ、人間と社会というところからの出題なんですが、はい、この人間と社会は苦手な方多いんですか？皆さん苦手意識持たれてる方多いんじゃないかなって思います。なかなか馴染みがない、そうです、ね、はい、ところだと思いますので、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、じゃあ一つ目の問題ご紹介します。個人の権利を守る制度に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。1、成年後見制度は後見と補佐の2類型で構成される。2、日常生活自立支援事業では利用を開始する際に利用者の判断能力は審査しない。3、日常生活自立支援事業には初期相談、利用援助契約などを行う専門員が配置される。4、個人情報の保護に関する法律では個人の同意のない個人情報の提供は例外なく禁止をしている。5、高齢者虐待防止法は介護施設従事者による高齢者虐待については規定をしていない。こちらの考え方、ぜひ解説お願いします、はい、まず個人の権利を守る制度ということで、権利擁護に関する問題は1問ぐらいは出るんじゃないかなというふうに思っています。でこちらの問題、答えは3番になるんですけれども、権利擁護って何かっていうところのまず知識をつけておくっていうことが必要だと思うんですね。権利擁護っていうと、うん、日常生活自立支援事業だったりとか、成年後見制度、あとは障害者差別解消法とか虐待防止法とか、そういったのが当てはまるのかなと思うんですが、それらの制度についてまずどういった制度なのかっていうのを知っておくっていうことが大事だと思います。その上でですね、1番であれば成年後見制度は後見と補佐と補助がありますので×ということになります、うんうん、三類型と、そうですね、ということですね、はい、で2番目は日常生活自立支援事業って、これ判断能力が乏しい人の日常的な金銭管理だったりとか、うんうん、そういうことをする制度になりますので×ということですね、うんうん、判断能力は審査しないってなってるので×ということになりますね。
4番は個人情報保護法になるんですけど、はい、最後の文書に例外なく禁止しているってあると思うんですが、国家試験においてこの例外なくっていう表現はほとんど×だと思った方がいいですね。これいい情報ですね、はい、確一的とかですね、みんな一緒っていう意味ですよね、うん、あと限られるとかのみであるとか、こういう言葉が出てきたら×と思った方がいいと思います。でなぜかというと介護の支援って一人一人に合わせて支援を行わなければいけないので、限られるとかみんな一緒確率的っていうことはないと思うんですね、うん、例外もありますし、一人一人に合わせて例外を作りながら対応していくっていうこともありますので、まあ、例外なくっていうのは×になります。あと最後ですね、高齢者虐待防止法は介護施設従事者による虐待について規定していないってあるんですが、高齢者虐待防止法では介護施設従事者と養護者、養護者はご家族ですね、の双方を規定しているので×ということになります。こういった形でまずは権利擁護についてどういった種類があって概要ですね、どういう制度なのかっていうことと、あとは4番ちょっとポイントでしたね、うん、言葉例外なくとか確率的何々限られるのみであるみたいなところは全部不正解で考えるといいんじゃないかなと思います。ありがとうございます、はい、続いて2つ目の問題いってみたいと思います。各専門職とその業務に関する次の組み合わせのうち最も適切なものを1つ選びなさい。1、社会福祉士、医療行為の実施。2、介護福祉士、訪問介護、ホームヘルプサービスの提供。3、介護支援専門医、ケアマネージャー、地域包括支援センターでの権利擁護。4、主任介護支援専門医、市町村での介護保険非保険者証の交付。5、医師、介護給付でのケアプラン作成。こちらも解説お願いします、はい、こちらに関しては一見簡単そうに見えるんですね。各専門職がどういった業務をしているかっていうのは、うん、イメージつきやすいと思うので簡単そうに見えるんですが間違えてしまう、これすごくもったいない問題だなというふうに思って、まあ、持ってきました、はい、各専門職の役割を把握するっていうところなんですが、正解は2番になります、うん、介護福祉士は訪問介護の提供をするということですね。まあ分かってたよっていう人であればいいんでしょうけれども、1番からちょっと解説をしていくと、社会福祉士、これは医療行為ではなく広域的に相談業務を行っているような方ですね。分かりやすそうですね、うん、そうですね、はい、あとは3番ですか、介護支援専門員は地域包括支援センターでの権利擁護。地域包括支援センターにいるのは主任介護支援専門員というところなので迷ったりするんじゃないかなと思うんですが、はい、権利擁護、地域包括支援センターで権利擁護を扱っているのは社会福祉士になってきたりするので、そこら辺がちょっとだけ間違いやすいところなのかなと思います。で4番主任介護支援専門員、主任がつくケアマネージャーは地域包括支援センターというふうに覚えていただければと思います、うんうん、あと医師も分かるかなと思うのでね、診療とかその他の意向を行うのが医師ということで5番も×になります、はい、これ2番か3番かで迷う方がいそうな気がしますね、はい、そうですね、3番が引っ掛け感がある感じでしょうか、はい、それでいうと地域包括支援センターに関する出題ってあるんじゃないかなと思うので、地域包括支援センターに配置されるべき専門職ですよね、そういうのも覚える。主任介護支援専門医、社会福祉士、保健師でそれぞれそこでどういう業務を行っているのかっていうところをもう一回ちょっと改めて勉強し直してみるといろんな問題が答えやすくなるんじゃないかなと思います。なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあ本日最後の問題ですね、3つ目の問題です。地域共生社会が目指すものとして最も適切なもの1つ選びなさい。1、育児介護のダブルケアへの対応。2、全ての住民が支え合い自分らしく活躍できる地域コミュニティの創出。3、高齢者分野の相談支援体制の強化。4、公的サービスに重点を置いた地域福祉の充実。5、専門職主体の地域包括支援体制の構築。これなんか難しそうな感じがします、はい、教えてください、はい、まず地域共生社会に関する問題、これ今地域共生社会って国が力を入れて取り組んでいることの一つなので一問は必
ず出るんじゃないかなと踏んでいるんですけれども、地域共生社会って何かっていうのをまずはしっかり頭に入れておくっていうことが必要だと思います。高齢者福祉に携わっている人はなんとなく高齢者が地域でみたいなイメージを強く持ちやすいですし、障害者福祉に携わっている人は障害者が地域でみたいな形なんですけど、地域共生社会っていうのは障害者も高齢者も、まあ、認知症者であっても住み慣れた地域で暮らし続けられるためのっていうのを理念にしていますので、そこをまずは把握されているといいんじゃないかなと思います。そうすると答えは2番になってきます、うん、で1番からちょっと解説していくとですね、はい、育児介護のダブルケアの対応、これはそもそも共生社会の考え方とずれてくるので×ということになりますし、3番は高齢者分野の相談支援体制の強化ってなってるので高齢者に限定しているところで×になるかなと思います、うん、あとは4番ですね、公的サービスに重点を置いたっていうところなんですが、共生社会の考え方としては公的なサービスだけではなく地域住民とかボランティアとかですね、うん、全然専門職じゃない人たちも巻き込んで地域で暮らし続けられるように体制整えていきましょうっていうところが醍醐味になってますので、4番の公的サービスに重点を置いたっていうところが×になります。あとは5番ですね、これも専門職主体のっていうところが×になります。専門職も含めて地域住民すべてですね、地域にいる人すべてで支えていくっていうことになりますので、正解は2番ということになります。ありがとうございます、はい、合わせてこの地域共生社会のところを勉強理解を深めるために、地域で認知症者をサポートする制度、地域で高齢者をサポートする制度、地域で障害者をサポートする制度ってそれぞれあるので、そこも勉強しておくとかなりものすごい数の問題が解けるようになるんじゃないかなと思います。総合支援法のサービスをバーッと勉強するよりも地域で障害者をサポートする制度をこう調べて勉強していった方がいいし、介護保険制度をバーッとこう勉強するよりも地域で認知症者高齢者を支えるサポート制度にちょっとこう絞って勉強するといいんじゃないかなと思ったりもしてます。ありがとうございます。ぜひ参考にしてみてください、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。次回も介護福祉国家試験過去問解説をお話しさせていただきたいと思います。この講座では試験を受ける皆さんのより良いサポートのために資料をお配りしています。概要欄からダウンロードできますのでご活用ください。それでは皆さん、さようなら。ケア教をご覧の皆様、こんにちは、佐藤です。この講座では介護福祉士国家試験に向けて皆さんの学習をサポートさせていただきます。つまずきやすいポイントや試験問題の解放、モチベーション管理のコツなどをお伝えしていければと思っています。本日もよろしくお願いします。お願いします。今回は介護福祉士国家試験過去問解説、認知症の理解についてお伝えをさせていただきたいと思います。大事な分野集めてきたのでぜひおさらいしてみてください、はい、まず一つ目の問題が第29回からです。認知症の人の支援者の役割に関する次の記述のうち最も適切なもの一つ選びなさい。1. 民生委員は担当地域の認知症の人に関わる情報を収集して専門的支援機関につなげる。 2. 認知症の人の主治医を認知症に関わる地域医療体制を構築する上での中核にする。 3. 認知症看護認定看護師は認知症の種類と病気を特定して必要な薬剤を処方する。 4. 認知症サポート医が認知症サポーター養成講座の講師を務めることとされている。5. 介護支援専門員ケアマネージャーは担当する認知症の人の要介護認定を行う。解説お願いします。はい、この問題ですね、まず答えから言うと答えは1番になります。こちらの問題は地域で暮らす認知症者を支援する人たちの役割ということで、ここを非常に大事なところかなというふうに思っています。それぞれの役割をしっかり理解していれば答えられる問題になっているのかなと思います。正解は1番なんですが、2番は認知症の人の主治医っていうのは地域医療体制を構築する上での中核的な役割ではなくって、地域で中核的な役割を担うのは基幹病院って言ってね、別にあるので、これは×になります、うん、
で3番は看護師、認定看護師は薬剤を処方するってあるんですけど、処方はできないので×になります。で4番は認知症サポート医が認知症サポーター養成講座の講師を務めるってなってるんですが、医師でなければいけないという規定はないので×になります。あと最後ですね、介護支援専門医は要介護認定を行う。要介護認定を行うのはケアマネージャーではなく介護認定審査官ですね、になるので×ということになります。はい、はい、ありがとうございます。続いての問題31回からです。認知症の人を支援する施策に関する次の記述のうち適切なものを1つ選びなさい。1、認知症サポーターは認知症に対する正しい知識と理解を持ち認知症の人を支援する。2、介護保険制度では認知症対応型共同生活介護グループホームは居宅サービスに位置づけられている。3、認知症と診断された39歳の人は介護保険制度を利用できる。4、介護保険制度では認知症対応型通所介護は施設サービスに位置づけられている。5、成年後見制度では地域包括支援センターの社会福祉士が補助人・補佐人・成年後見人を選定する。解説お願いします。はい、こちらの問題はまた認知症の人を支援する施策が分かっているかどうかっていうところだと思うんですが、答えは1番になります。で2番は認知症対応型共同生活介護、これは居宅サービスではなくて地域密着型のサービスになるので×ということになります。で3番は認知症と診断された39歳の人は介護保険を利用できるってなってるんですが、介護保険を利用できるのは第1号被保険者もしくは第2号被保険者になるので40歳以上のからの人が対象という形になりますね。で4番認知症対応型今度通所介護は施設サービスに位置づけられるということなんですが、これも地域密着型サービスに位置づけられているので×ということになります。あとは地域包括支援センターの社会福祉士が後見人を選定するとなっているんですが、はい、後見人を選定するのは家庭裁判所なので×ということになります。ありがとうございます。そして3問目第32回からです。認知症の行動心理症状 PTSD に関する次の記述のうち最も適切なものを1つ選びなさい。1、トイレの水を流すことができない。2、物事の計画を立てることができない。3、言葉を発することができない。4、親しい人がわからない。5、昼夜逆転が生じる。こちらも解説お願いします。はい、認知症の症状ってすごくいっぱいあるんですね。で人によっても様々なんですけれども、それがきちんとこう理解できているってことが大事になってきます。で正解は5番が PTSD に含まれるということなんですが、大きく分けて認知症の症状は中核症状とこの行動心理症状 PTSD と呼ばれるもの、大きく2つに分けられるので、そこをきちんとこうそれぞれどういう症状が含まれるのかっていうのが理解できていることが大事だと思います。1番目はトイレの水を流すことはできない、これは失行ですね、中核症状の中の失行になります。2番、物事の計画を立てることができない、これは中核症状の中の実行機能障害ですね、で3番、言葉を発することができない、こちらは中核症状の失語になります。で4番、親しい人がわからない、これも中核症状の見当識障害ということになるので答えは5番という形になります。中核症状は記憶障害、理解判断力の障害、実行機能障害、あと失語失認失行、あとは見当識障害、これらになるので、はい、これ以外は PTSD として覚えると覚えやすいんじゃないかなと思います。あとは PTSD でもすごいいっぱい症状があるので、それぞれの症状がどういった症状なのかですね、説明できるぐらい理解しておくことが必要かなと思います。今回もありがとうございました、はい、ありがとうございます。認知症の理解は結構品質問題ということだと思いますので、はい、ぜひおさらいしてみてください、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。次回は介護福祉士国家試験過去問解説の介護課程についてお伝えをしていきたいと思います。この講座では試験を受ける皆さんのより良いサポートのために資料をお配りしています。概要欄からダウンロードできますので、ぜひご活用ください。それではさようなら。
ケア経をご覧の皆様、こんにちは、佐藤です。この講座では介護福祉士国家試験に向けて皆さんの学習をサポートしています。つまずきやすいポイントや試験の解放、モチベーションの管理の方法など毎週お伝えできればと思っています。先生、本日もよろしくお願いします。お願いします。今回は介護福祉士国家試験過去問解説、介護課程についてお伝えしていきたいと思います。今回も3つ問題ピックアップをしています。はい、1つ目、第32回からです。介護課程の目的に関する次の記述のうち最も適切なものを1つ選びなさい。1、利用者の価値観を変える。2、利用者の療養上の世話をする。3、利用者の経済的負担を軽減する。4、利用者の望んでいるより良い生活を実現する。5、利用者の生活習慣を改善する。先生、解説お願いします。はい、ありがとうございます。答えから言うと4番になります。これは介護課程の意義だったり目的を理解していないと答えられない問題かなというふうに思います。介護課程の意義とか目的に関する出題は毎年1問は出ているので、しっかり覚えておくといいんじゃないかなと思うんですけど、客観的で科学的な根拠に基づいた介護を実践するためだったりとか、利用者さんのより良い生活、より良い人生を実現するためだったりとか、あとは利用者さんの自己実現とかですね、実現する、あとチーム運営を円滑に進めるためだったりとか、いくつか目的とか介護課程そのものをやる意味みたいなところはあるので、改めて勉強し直してみるといいんじゃないかなと思います。はい、では続いての問題です。こちらも第32回から、 ICF 国際生活機能分類の視点に基づく環境因子と心身機能の関連を表す記述として最も適切なものを1つ選びなさい。1、電気スタンドをつけて読書を楽しむ。2、車椅子を使用して美術館に行く。3、聴力が低下するとコミュニケーションがうまく取れない。4、ストレスがたまると活力が低下する。5、床面の正常が柔らかいとバランスを崩す。こちらも解説お願いします。はい、ありがとうございます。ICF の問題も結構見ますよね。そうですね。ICF の構成要素をですね、をしっかり理解するということが必要なんですけれども、まあ、正解から言うと5番が正解になります。はい、ICF の構成要素にそれぞれの状況がですね、どこに分類されるかっていうところまでしっかり見ておかないと、こういった問題には対応できないかなというふうに思います。ちなみに1番から解説をすると、はい、1番、電気スタンドをつけて読書を楽しむですね。電気スタンドっていうのは環境の部分になるので環境因子に含まれて、読書を楽しむ、楽しんでいるっていう生活の参加に含まれるので、こちらは環境因子と参加に該当するかなと思います。で、2番、車椅子を使用して美術館に行くですね。車椅子を使用するというのはこれも環境に含まれてくるのかなと思うので、うん、環境因子と美術館に行くですので、はい、外出をする、社会に出るっていうことで参加になるのかなと思います。3番、聴力が低下するとコミュニケーションがうまく取れないということで、聴力の低下、これは心身の機能ですねに含まれて、コミュニケーションが取れないということは、コミュニケーションというのは双方の二人称になってくるので活動に含まれるかなと思います。で、4番、ストレスがたまると活力が低下するということで、ストレスは健康な状態ですね、健康状態で、最後が活力が低下っていうのを心身機能に含まれるということで、4番も×ということになるかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、そして第3問目です。第28回からですね。客観的情報の記録として適切なもの1つ選びなさい。1、タンスの中に食べこぼしのついた上着が入っていた。2、妻と喧嘩をしたことを後悔しているのではないか。3、ご飯が喉を通らないのは愛犬がいなくなったからだと思う。4、いつも冷静なのに突然怒ったのでびっくりした。5、一人でいる時間が長いのでこまめに声かけをすることにした。こちらも解説お願いします。はい、こちらは正解は1番
タンスの中に食べこぼしのついた上着が入っていたということなんですけど、まずそもそも客観的情報、対義語として主観的情報っていうのもあるんですけど、うん、それぞれ客観的情報は介護者から見た情報ですね、うん、主観的情報は利用者さんの言葉とか、介護者が主語になる場合は介護者の言葉という形になるかなと思うんですが、そういった時に介護者から、この問題はですね、介護者から見た情報はどれかということが正解になってきます。2番、妻と喧嘩したことを後悔しているのではないか、これ推測とか憶測にあたりますので、うん、×になります。で3番、ご飯が喉を通らないのは愛犬がいなくなったからだと思う、これも考えとか憶測になりますので×、うん、で4番、いつも冷静なのに突然怒ったのでびっくりしたって、これ感想になるので、うん、まあ×かなと。で5番、一人でいる時間が長いのでこまめに声かけをすることにした、これは計画というか支援内容みたいな感じでねなっているので×ということで、支援内容になるのかなと思います。まあ、よく介護記録客観的に書きなさいってよく指示される、うん、ね、まさにその問題ということですね、はい、そうですね。あ、それで言ったらあれですね、客観的に書きなさいって言われてるのに感情が入ってしまったりとか、うん、そういった記録、客観的な記録はどれかみたいな問題もコミュニケーション技術とかから出てるので、 はい、ありがとうございます、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、今回介護家庭に関して問題3つピックアップしたんですが、はい、この介護家庭周りの問題に対しての接し方とか、どうやって考えたらいいかみたいなポイント、アドバイスあれば教えていただけますか。はいはい、まず介護家庭は何のためにあるのかっていうところがきちんとこう理解できている状態だといいのかなと思います。で介護家庭のプロセスですけれども、これももちろん理解しなきゃいけないんですけれども、アセスメントは誰のために行うのか、何のために行うのかとか、あと計画の立案、評価、実施評価か、アセスメント、計画の立案、実施評価って続くと思うんですけれども、ここで目標とか評価の方法が介護者主体になってたり家族主体になってたりする時もあるので、気をつけなきゃいけないかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか。この講座では介護福祉士を受験する皆さんのより良いサポートのため資料をお配りしています。概要欄からダウンロードしてご活用ください。それでは皆さん、さようなら。